さんこんにちは。 DJ のアコースティックギター講座です。今回のギター講座はギターソロ弾き方解説、曲はマイボニースコットランド民謡ですね。はい、お送りしたいと思います。今回解説に使用しますギターはこちらです。エルビスのマスターミニ10、トップサイドバックがマホガニーのモデルですね。ウクレレがそのまま大きくなったような感じで、これを使って解説したいと思います。まずはどういうアレンジかというところを聞いていただきましょう。どうぞ。はい、聴いていただきました。マイボニーですね。これワルツです。1/4拍子、1小節が四分音符3つでできてあります。はい、それでは実際の手元のアップを見ていただきながら弾き方の解説に入りたいと思います。ベースはですね、親指でピッキングします。弦は4弦5弦6弦ですね。はい、基本的にということです。はい、で1弦2弦3弦がメロディーとハーモニー、これは人差し指と中指を使ってピッキングしてください。でこの下の譜面見ていただきますと、棒が立っております。この棒、音符の長さを示す棒なんですけども、これ上向きになってるのがメロディー、下向きになってるのがベースということになっております。はい、それでは行きましょう。はい、で次ですけども、 C のコードを押さえてからそのまま弾けばいいと思います。で小指で2弦の3で、また、人差し指に戻るという感じですね。で次 F のコードなんですけども、 F そのままではなくて、こっち側ですね。はい、正派の F ではなく、こちらの F で押さえていただいて、こうですね。はい、4弦の3フレット薬指、3弦の2フレットが中指で、1弦2弦の1フレットは人差し指2本、これ正派で2本、ベーンっていう正派ではなく、この2本だけを押さえております。で小指で2弦の3ということですね。でこうです。はい、この時にベース音はずっと伸ばしております。はい、次の小節に入ります。はい、今度また C のコードを押さえて、そのまま書いてある通りに弾いていただくといいです。はい、でここの部分なんですけども、上の音符は次の小節までタイでつながっております。でベースだけ弾いていただければ OK です。こういう感じですね。はい、で頭の部分の繰り返しになりますけども、はい、次が A マイナーのコードを押さえて書いてある通りに弾いていただければいいです。で人差し指を離してまた戻す。はい、次、薬指で6弦の3で、小指で2弦の3です。でこの小指の2弦の3と3弦の解放、これは次の小節までずっと続けて、タイでつながっております。でベースだけ動く。でこのあとメロディーが入ります。はい、このあと先ほど出てきたのと同じで C のコードを押さえて小指で2弦の3、はい、でまた F ですね。はい、次 C のコード、はい、次 F のコードを押さえます。ここはもう一度ピッキングします。今のようにもう一度ピッキングしてください。タイでつながってないですよね。はい、ここから B メロになります。また C のコードを押さえたまま弾いてください。
はい、で F のコードなんですけども、先ほどと若干違い、小指が4弦の3で、薬指が5弦の3を押さえて弾いてください。そうするとこうやって、はい、ここまでこの押さえ方でいけます。はい、次6弦の3を薬指です。中指で、3弦の2いってください。でまた C のコードを押さえてください。小指で3、はい、でそのまま C を押さえたまま弾いてください。はい、で F、 先ほどと同じ F ですよ。はい、この後なんですけども、4弦の5フレット薬指、3弦の4フレットが中指で押さえていただいて、4弦は親指ベース音ですね。で3弦側はメロディーになります。はい、でそのまま押さえてるのを薬指と中指を2と3に動かす。はい、で解放で、最後が C のコードを押さえて、5弦はベース音で、2弦の1フレットは、ピッキングするのは中指で、3弦の解放ピッキングするのは人差し指で、こういう感じです。はい、マイボニー弾き方解説をお送りいたしました。メロディーが動いてる間、四分音符でほとんど動くんですけども、この間はベースが止まって、今度はメロディーがバーンって長く伸びてる間にベースが隙間を埋めていくというふうなアレンジにしてあります。まあ別々に練習していただいてもいいんですけど、慣れてる方はもう両方同時に弾いてですね、楽しんでいただければと思います。なるべくコードを抑えながら弾いていくと楽ですよ。いちいち押さえ替えるよりも、もうコードを最初にバーンと押さえといて、小指でちょこっと違う音を入れるというふうな感じで弾いてもらうと、弾きやすいと思います。はい、今回解説に使用しましたギターはこちらです。エルビスのマスターミニ10ミニシリーズの中でも、トップがマホガニー、サイドバックもマホガニーなんですけど、同じ材ですね。はい、合板なんですけども、これ非常によく作られた合板です。はい、軽やかになりますね。で、見た目がこのウクレレっぽい感じじゃないですか。これがまたいいですよね。ギターだとトップの板が白いじゃないですか。それとちょっと違ってウクレレっぽい感じが BJ は好きです。はい、で、周りに別光柄のこのインレイが入っております。このギターですね、ミニギターってついてるんですけども、音量もしっかりありまして、弾き語りなんかもガシガシ使っていただけると思います。フルサイズのギターではちょっと大きくて持ちづらいんですよっていう方、小柄な方とかですね、女性なんかにもぴったり合うギターだと思います。はい、このギターおまけたくさんついておりますけども、その辺の詳細、あとは価格などですね、商品リンク先で確認ください。こちら先ほどから出てます QR コード、または動画下の概要欄にもリンクを貼っておきますのでご利用ください。というところで BJ のアコースティックギター講座、今回はマイボニーの弾き方解説をお送りいたしました。この動画のスポンサーはエルビスでお送りいたしました。それではまた別のお話でお会いしましょう。さようなら。